初のオリンピック東京オリンピックの開催が決まった1959年、株式会社カリタを設立。その起源は前年1958年のこと。従来のネルドリップ方式を手軽に、さらに日本人の口に合ったコーヒーの味を研究し探し求めた創業者の糸満盛京氏が、今までになかったドリップ方式、蜜穴式のドリップを開発、特許を取得し、東京日本橋にカリタを創業。ペーパーフィルターやドリッパー、ミルの販売を始めました。まだコーヒーが文化として広まっていなかった当時から、カリタは日本で唯一のコーヒー器具メーカーとして創業理念に基づき、コーヒーと過ごすライフスタイルをさまざまな形で提案し続けています。時の流れとともに、カリタは日本全国を回り、日本中にドリップコーヒーを広めることに成功。そして日本では家庭でコーヒーを飲むことが当たり前になりました。それからもカリタ独自のペーパーフィルター、ここにしかないさまざまなデザインも魅力のドリッパーに、こだわりと楽しみが一つになったミルをはじめ、さらなる革新的商品開発がカリタのこれまでとこれからの仕事です。時代の変化に合わせ、次々と革新的な商品を開発。古来から磨き抜かれた日本のクラフトマンシップによるメイドインジャパン。カリタにしかないハイクオリティな商品も次々と展開。カリタは世界のコーヒーファンに愛されるブランドとなったのです。いつまでも世界のコーヒーファンのちょっといい、ちょうどいい時間にそっとお邪魔します。